3分で離れた目を寄せる離れ目を直す方法についてお伝えします。今回の方法は少し目が離れていて顔の印象を変えたい方ぜひやってほしいんですけど、先生も実際にこの方法を試したので、まずねビフォーアフの写真見てください。はい、こちら、これがやる前で、はい、こちらやった後です。はい、このねたった3分やっただけでも目がね1ミリから2ミリ近づいてます。で、たった1ミリかと思うかもしれないですけど、あの目の印象1、2ミリ近づくだけで全然違います。で、目はここの幅と目の幅とここの幅が同じだとバランスがいいって言われてるんですね。なのでちょっと測ってみて、あ、私少し目が離れてるんだっていう方もぜひこの方法試してみてください。で、模型でちょっとね説明していきます。はい、説明します。すみません。まずね、骨の周りを緩めるのと、グッとねその隙間を埋める、まあ、矯正法、整体でいう矯正法ってあるんですけど、2つ組み合わせて寄せていく方法になります、ね、では実際やっていきましょう。やっていきましょう。やり方を説明します。まずここの頬のここに頬骨があるんですけど、頬骨をまずね緩めていきます。緩める方法なんですけど、まあ、単純に言うとマッサージです。こめかみからここの頬のここの間まで、まあ、30秒ぐらいでマッサージできるといいので、まずね1分間やっていきます。はい、スタート。こめかみ、まずねこめかみをこのような感じで2本の指で、まあ、円を描くようにマッサージしていきます。で、今度ねこめかみちょっとやったら頬の骨、この辺りをマッサージしていきます。で、ね、だんだん鼻の方に行って、もうちょっとね目の下あたり今来ました。はい、今度またね戻っていきます。この辺りからまた横に行って頬骨でグーッと上に上がってってこめかみ、はい、をマッサージしていきます。結構ね顔の骨周りの筋肉硬い方はこれでもねちょっと痛みあるかなと思います。こんな感じ。はい、はい、いいですよ。で、1分間ねこの周りをまず緩めました。その後は、まあ、さっきねこう触ってったね縁の上、ここに頬骨があるんですけど、それを両手のねここを使ってグッと顔を転がすようにして中にしまい込んでいきます。グッ押しながらグーッと、ね、しまい込んでいきます。こんな感じ。はい、これもね1分やっていきます。いきますよ。はい、スタート。グッ、押しながら手掌で頬の骨を内側に入れていきます。こんな感じ、転がしながら前に入れていく、転がしながら前に入れていきます。まあ、そうすると、まあ、ここの骨も、ね、目をこう構成してる目の周りにある骨なので、ここが寄ってくれば必然的に目も寄ってくるので、ね、離れ目解消につながります。転がして、押しながら前に転がす。はい、いいですよ。今ね結構ね緩めて寄せてきました。今度は目のここの骨をグッと寄せていくんですけど、あとねピース作ってください。裏ピースをこのように当ててほしいんですね。中指はね鼻の横、目と鼻の間で、人差し指なんですけど、人差し指はこめかみをこのように押さえてください。で、これねポイントがあって、目尻の横じゃなくてこめかみをしっかりこのように押さえます。で、反対側も一緒、同じように押さえていただいて、これをこういう風に寄せていきます。押さえていただいて寄せる、押さえていただいて寄せる、
これを1分間やっていきます。動きとしてはね、こんな感じ、グッグッグッ、ここの目の骨を間を寄せるような意識を持ってグッグッグッと、こんな感じでやっていきます。はい、では1分間スタート。グッ、押していただいて寄せる、押していただいて寄せる、でこれ今中指って鼻の骨にこうちょうど当たってるじゃないですか。ここが寄ってくると必然的にね、鼻も高くなっちゃいます。だから鼻高くなって、まあ、ここの骨が寄ることで、まあ、目の間も近づくので、まあね、離れ目解消です。でちょっとね、目尻のところもやってほしいし、ちょっとねその上、眉毛の間ぐらいのところもね、こう寄せてください。こんな感じで。こんな感じ。はい、いいですよ。お疲れ様でした。結構ね、寄せるやつは力がいるのでね、ちょっとね、手が疲れやすいんですけど、しっかり1分間寄せてみてください。まあ、先ほど写真載っけたと思うんですけど、この3分やっただけで、ね、1ミリから2ミリ寄ることができます。1回やっただけではどうしても長続きはしません。なので1日1回を2週間続けてみてください。そうすると周りの骨が少しずつ動いてきて、顔にねこう寄ってくる癖がついてきます。もしこの方法ちょっとやり方わかんないな、聞きたいことあるなと思ったら、先生質問がありますって言って書いていただければ僕読みますので質問返します。なのでね、ぜひぜひコメントもください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。